駿河です。今日は単三電池を買ってきましたので、今日はミニ四駆を走らせに行ってきます。いやー、まさかね。まさかのまさか。ミニ四駆がバックで走るとは思わなかった。それで電池の向きをね、間違えてしまったというミスもちょっと大きかったですね、今日は。ね、1周目はなんとか走ったんですけど、2周目がね、ちょっと電池が残量が少なくてね、走りきれなかったのがちょっと残念なところです。というわけで、ミニ四駆を走らせてみたという動画でした。以上、ご視聴ありがとうございました。こちらに関連動画、チャンネル登録、お願いします。